花粉症とはお友達。わかるよ。一緒。皆さんは。どんな一日だったかな。お。 自分にが綺麗だねだって嬉しいあ間違った間違った通報するところそうこれはね横山さんがくれたリップの赤っぽいピンクっぽい赤っぽい色のを塗ってます最近はよく使っているんです休み明け疲れたそっか月曜日だもんね 週の始まりお疲れ様ですなさんなんかね新しい季節だよね春だから学校とかも新学期になったりとかそうだね雨とかすごかったけど皆さん大丈夫だったかな 曜日曜ねそっか電車とかも混むやっぱりでも朝がさやっぱりさ混むんじゃないかなって思う朝に乗るともうあでも通勤帰りとかもそうだよねすっごいさ押しつぶされるよね <laughs> 押しつぶされる 東京も雨でした今日はなんか朝もさ5時とか6時だったらまだあでも6時はどうだろうでもそこまでかもだけど7時8時とかが一番混んでるような気がする私のなんか記憶上ではその朝の なんて言うんててううだろうラッシュ時って感じその朝ギリギリの例えば始発が4時5 4時はないか5時とかぐらいだったらなんかそれよりちょっと後の通勤時間の方が多い気がする8時とかね678とか混みそうですね8時は地獄だよって書いてる方が <laughs> やっぱそうなんですね。ねえ、どこも混んでますよね。慣れないですよ、私もそれは。3月あっちはさやの日だね、だって。もうすぐじゃん。あと3日。えー、もう3月。やばいね。3月になったと思ったらもう5日だ。早、はいはい。お センター試験の日が誕生日だっておめでとうございますセンター試験もあっという間だ早いねあっという間 頑張るねセンター試験でもちょっと不安だ <laughs> なんかね難しそうだよねみんなあれかな受験勉強かな今メンバーもファンの皆さんも受験受ける方いますもんねすごく難しそうですよ結構ね不安 だ<で>よ <laughs> あそうそうそう「だるまのキーホルダー」っていう新しいグッズがあってあのセンター試験のグッズなんだけどだるまを必勝祈願とかでさだるまをデザインしたのキーホルダーストラップキーホルダーそう私はシンプルだけど可愛いい垂れ目のだるまにした。<laughs> そう結構色とかはシンプルだけど顔とか頑張って可愛くねデザインしたつもりなのでぜひ見てみてくださいでもねツイッターでリツイートしたかな私したはずなんだけどそうそれでみんなの一覧みたいになっててそのだるまデザインしただるまがそれがめっちゃみんな個性的で色とかも一人一人違ってめっちゃ面白かったです そうなんかちょっとね時差があるっぽいコメントがね髪伸びたな おとといの握手会楽しかったでありがとうございます嬉しいねそう髪の毛切らないのってどうしようか迷ってるけど今んところ伸ばしてるな分かんない伸ばすかもしれないしちょっとだけ切るかもしれないしバッサリ切る予定はないかな 今のところ桜ね桜咲きそう咲きそうじゃない嘘だそれは早い <laughs> 咲いたらねいいねお花見したいよねそう迷ってるんだ髪ね 小学生の頃かないつだったかその何年生だったか忘れたけどショートぐらいだった、うん、もう何年も前だけどそうそう梅は咲いてますよねちょいちょい見かけるよね だんんなかそういうところで春をね感じるあそうねなんかショートめちゃめちゃショートっていうよりおかっぱヘアくらいだったかもボブボブより短いって感じめちゃめちゃショートではねなかったなその時もねえ 想像つかないわ今は短いの自分でもでも似合わないんだよなぁ今んところでもめちゃめちゃ短く切る予定はないですいつかはねそういうふうに切るかもしれないけど今はしばらくはバッサリまではね切る予定はないかもしれない。 写真ないのよそうあのね小学生とかちっちゃい頃とかの昔の写真が何枚かはあったりとかするんだけど大体の全部アルバムは北海道の実家にあってそうだからなかなかパッてね出せなくてそう困ってるんだよねなんかだからなんか北海道の おばあちゃんとかなんかお母さんの妹とかに写真とか撮ってきてもらうとかはできるんだけどそうパッて写真をね手元にないからね見せられないのそう実家にあるんですよ。確かに最近ね髪の毛 短くしてるメンバかわいい新しいスマホは慣れたそう iPhone8 プラスかにしたんですけどだいぶ慣れました、うん、使い方もともと iPhone だったので使い方はなんか大丈夫なんですけど大きくて画面が。 多分ね iPhone X よりおっきいみたいでちょっとそうだから持つのがだいぶ慣れたけど結構難しいおっきくて大きいよねこんばんは。 そそそうそうそう点とね迷ってだいたい同じぐらいの時期に出てたじゃないででもこの何て言うんだろうホームボタンっていうのかながないんですよね点ってだからなんかそれになんか慣れなそうでそう全画面にっていうのがちょっと怖くて。 <laughs> そうなんか落としたりとかした時にさもうほんと何センチでもさ画面の部分が増えるわけじゃない割れやすいかなとか思ったりあと慣れなそうだなと思ってボタンないのを操作するのわかりますよね。そうそうれで8をプラスにししちゃいました ね共感してくれてる方がいっぱいいる <laughs> そうボタンとがなくさ慣れてるからさ使いやすくてそっちにしちゃったんですよね何色何色なんだっけ何色にしたんだったかな,ゴールドかなだった気がする多分。 わかかんんなない。そうう。だと思う <laughs> なんか今はさカバーケースつけちゃってるからそう見えないんだけどねわかるそのホームボタンでさ迷いがちだよね新しく携帯変える iPhone 変える人は。 あそうそうそう顔認証システムみたいなのあるよねすごく何か進化を感じた時代の進化を感じたすごいそうなんかねメールとインスタグラムに違う写真なんだけどそのジャバージュのカップリングの ポジションで歌わせていただいてる曲の写真を載せたんですよ。そう、それはもうちょっと話そうと思ってたんだ。めちゃめちゃ綺麗で海で撮ったんですけど、海のそばのなんて言うんだろう、砂浜みたいなところにで踊って、 旗みたたいいいいななカラフルののがっっっっぱいあってねすっごい綺麗だったのみんなもう空き時間とかめちゃめちゃ寒かったんですけどすごいみんなで写真撮り合ったりとかして <laughs> そうすごいね綺麗だったしなんか青空のなんだろう下ですっごい踊ったりとかってあんまり経験そんなになかったので。 なんかねなんていうのかな爽快な風を感じながら踊ってました綺麗そう空がめっちゃで、そうで風吹いててすごく寒かったんですけどでも天気はめちゃめちゃ良くてそうすごいあとあとなんだろうあれだ載せようと思ってた写真が なんか差し入れでイチゴを頂い,いてメンバーがみんな食べてたんですよでそれが可愛くて写真撮ったんですねだからどっかに載せようかなって思って <laughs> そう撮ってたいつか載せますねどこかにそうみんな可愛かったから撮っちゃったタイプ D とあ違うタイプ E と F かな に収録そう2つのタイプに収録されているのでぜひ聞いてくださいそちらの方そうめちゃめちゃなんだろう歌詞がすごくこう心に心に来る歌詞であ D とい、e、いか D タイプ D とタイプ E だそうか F はないかそうそれですごいなんだろう自分たちの 気持ちというかそういう思いともリンクするなって思ってそうだからそういう強い思いでこう踊ったり歌ったりさせていただいたミュージックビデオがこう皆さんにもそれがミュージックビデオとか歌を通してなんか伝わっていたら嬉しいなと思いますし。 そうすごくなんかどこかで披露もできたらいいなって思いますショートバージョンね公式のに上がってるのでぜひ見てくれたらいいなって思いますおよかったよって イメージックビデ言ってくださる方が嬉しいですねねフルも見てほしいですぜひすごくなんか綺麗な見てて普通になんかすごい綺麗ってなってたなんだろうシーンっていうのかなとかもあったりするので ああコメントああコメントをこう見てるとね間違って通報って出てきちゃうから気をつけないとあるある私何回もショールームでやってる気がする通報はしてないですよ <laughs> 通報しかけたこと何回もある ああるあるですよねそうなんかねこう触れるだけでこうやって「通報」っていうのが出てきちゃうのだから「キャンセル」ってやってるよちゃんと <laughs> 通報はしてないですよありますよね <laughs> 通報再に通報されたら嬉しいっていう方が何人かいて優しい <laughs> 通報、ね、しないように気をつけます <laughs> すぐねお刺さっちゃうんですよねそうお刺さるっていうね言葉も北海道弁っぽいのわかんないけど何て言うのじゃあお刺さるって言わないですかメグがねよくね普通に会話しててお刺さるって言うんですけど私そしたらなんか「お刺さるって北海道弁だね」みたいな「言わない」ってすごい言われるの。 そのお刺さるって言わないのかななんていうのじゃあ押してしまった <laughs> 難しくないお刺さる以外なんていうの押しちゃった押してしまったええー、お刺さるとか言わないかな押しちゃったあ。 お猿は絶対違うでしょ <laughs> お猿じゃなくないえ本当に押しちゃう押してあ押したおささるってすごい使うんだよねえ北海道弁特時って私だけかなわかんないけど使う そうだねそう握手会ですごい言われた「そうだね」って使うのってでも私あんまり使ったことないんですよねそう同等が実家だから同じなんですけどそのカーリングの選手の皆さん北見市そうほぼ一緒なんですけど使わないんですよねあんまりそう意外とね なんかね、そういうちょいちょいあこれって北海道弁なんだーみたいなのとかあとゴミを捨てるっていうのをゴミを投げるって言ったりそう、バイバイみたいな「またね押したっけ?」って言ったりあまり普段で「したっけ?」とは使わないんですけどね私もでもそういう意味合いがあったりとかっていうのは何個かあるんですけど何て言うのかな 博多弁とかみたいになんとかやけんなんとかなんとかでみたいなその普段の中の言葉なんて言うんだろう会話の中での北海道弁ってあんまりなくてそうそう大阪弁みたいなねそういうのがあんまりないんですよねそうなのそうなのだから 北海道弁で喋ってってて言われてもなんか「なまらなんとか」とかしか短文でしか言えなくて <laughs> そう申し訳ないなんかこう文握手会とかの会話の中で「北海道弁出して」って言われても多分標準語になっちゃうと思う出てくるとしたらその「おささる」とかそういうぐらいしかなくて普段の会話で分かりますよねなまらも普通に何だろう 会話の中であんま使わないしそう「なまら」ってなんだろうな言う言い方もあるけど普通に「なんかすごいなんとか」とか言っちゃうからそう意外となんか普通向こうにいる時から普通に使ってたからそうだからちょいちょいなんか手袋をなんだろうつけるっていうじゃないこっちでは。でも 手袋を履くっって言ったりとかすするんですよ北海道ってだそういうところでなんかちょいちょい北海道弁が会話の中でもあったりするんですけど他はあんまりなくてそうだから意外と標準語に近い県なのかもしれない県道だけど <laughs> そう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 いうふうに言うんですよね意外とね。 靴下は履く,だよ靴下を履くあフレンチドッグとか方言じゃないけどねありあるよなんだっけアメリカンドッグのことになんか砂糖がまぶしてあるみたいなのがあってお祭りとかでよく売ってるんですよ夏祭りとかの屋台にそれアメリカンドッグに砂糖をまぶしたものがフレンチドッグっていう 北海道の屋台とかでよく見るやつそうそれがね結構北海道だけのなんていうの地元のさ食べ物っていうのかなソウルフードみたいな感じかもしれない。 北海道の東京で一番通じないであろう方言なんだろうなんか難しくて何言ってんだろうってなるのは「ジョッピン狩る」とかね書いてる方いる「カゴ」「カゴじゃない」なんで「カゴ」って言ったんだろう?「鍵」「鍵をかける」みたいな意味なんですけどそう使わないんですけどねあんまり普通に「鍵買って」って言うけど そうそういう言い方も結構ある、うん、そう鍵をかけるっていう意味、そうだからそれはあんまなまらとかはさ有名っちゃ有名じゃないなんか北海道弁代表みたいな <laughs> だからすぐわかるけど、そう鍵をかけるのことをジャンピンカルっていうかな。 うんそうかもなんかおばあちゃんとかの方がどっちかというと使ってるかもそういう北海道弁とかはなんとかだべさあそういうのは使うかもね使ってるかも帽子は帽子はかぶるえ 被るですよね <laughs> 帽子はかぶるだよそれは一緒だえかぶるって言うよねバクるあー使ったことあるかも使ってたかもしれない昔ちっちゃい頃とかものを交換するみたいな意味バクリっ子みたいな言ってたかもなんかねちっちゃい頃の方がそういう言葉使ってたかもしれない うん、でも、ちょっぴんカらは小さい頃も言ってなかったな。<laughs> そう、ものによるかもね。<laughs> 言いますよね。じゃんけんじゃんけんはじゃんけんだな。えじゃんけんじゃないかもしれない <laughs>。そんな感じです。うん、ばクくるね、多分ね。北海道の人は分かると思う、すぐ。 なんかさそうそうそうちょっとずつそういうのはあるけどなんか大阪とかだとさ「大阪弁」って言わないのか関西弁とかだと「なんとかやねん」みたいな話の中でつなげられるけどそういう語尾につく北海道弁みたいなのがないから北海道は。そそうううだからそういうところを ではなななんかか方言感いいのかもしれないちょいちょい喋ってたりとかなんか一緒にいたらわかるっていうのとか単語とかではあるかもしれないけどそうイントネーション一緒だから標準語とだからなんかあんまりねないんですよそう意外とないっていうねそう北海道の方はね わかるよね <laughs> そう方言でね話してって言われてもないんよわかりますよねそう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 いうとこなんか微妙なね線だよね方言なんだけど方言じゃないみたいな <laughs> そうそう難しいねその辺が 分かるよーっててみんな書いてる北海道の方かなでも他のさ北海道だけじゃなくてもそういうねところ地方とかあるかもしれないよね北海道いいないいいいところですよぜひ来てください。 一人,称一人称は普通かな一人称はさ方言とかあるあんまないよね北海だね今の時期は結構寒いかも博多弁って可愛いいなと思う すごいかわいいってなる聞いててみおちゃんとかねえかわいいですよねお北海道民ですっていう方が結構いたりする私が勝手に作った北海道ポーズっていうのこうただのひし形 <laughs> 北海道ポーズしゃべかいとかね これからあるので5月とかぜひおすすめポーズの一個北海道こうしてこうするだけよくね全然北海道に見えないって言われる <laughs> 何がいいかなしゃめっかいおすすめポーズ早いかまだもうちょっとしてからだな <laughs> あ4月おしゃべり行くよって方もいるありがとうございますそうハッシュタグポーズねハッシュタグポーズもいいよねすぐできるしやってた傘ポーズとか <laughs> やってたそうだショールームでね傘の話した時にちょっと少しずつ決めながら 行こうかな今決めてもきっと忘れちゃうだろうか北海道のドラフト生2人入ったの知ってる知ってますよもちろん楽しみです北海道メンバーねみんなでなんかできたりしたらいいなそうどさんこがね増えて嬉しいですね 車の免許は持ってないんですよそう傘ポーズね懐かしいよねどんぐらい前なんだろ北海道ね グループで7名7人いるのかそっか AKB でも結構5人とかだもんね嬉しいそっかそっか7人だね嬉しいですよいっぱいになって「もーもー川本ポーズ」なんだろうなああんか 先生と一緒になんかポーズを考えてもらったのはこう見えるかな <laughs> ちょっと近すぎてこうしてここにこうやるの手をこれがモーモー川本ポこうね右手どっちでもいいんですけど右手をこうして手をのせるだけモーモー川本は得意技が。 ローリング・ラリアットなのでそれを表したポーズそうローリング・ラリアットが得意だからやっぱ得意なものとかなんかそういうなんかイメージをポーズにするじゃないですかでどう表そうかなと思ってて先生が「こういうのは」みたいな言ってくださってそれをポーズにしています。 皆さん忘れないで覚えててね謝魔会までに <laughs> 来てくださいぜひ人見知りを直すにはえー、難しいですね私も結構どっちかっていうと人見知りだと思ってるからでも昔ほど人見知りじゃなくなったかもしれないって思ってる何だろうな でもなんか人見知りうんとりあえずなんか話してみたりとかしてるかな人見知りで会いに行けないだってえー、全然来てください何でも私もいっぱいしゃべりますし全然。 ブラックコーヒーが飲めません <laughs> お悩みみ相談たたいになってきた <laughs> ブラックコーヒーヒむでも別になんか飲め,飲めなくても困らなくないですかえどうなんだろうわかんない飲みたいっていう方かもしれないけどお悩み相談私のお悩み相談室なんかちゃんとした 答えが返ってこないいと思いますよ <laughs> ノープランでも大丈夫握手会全然ノープランでも話しましょう何かいろいろ全然一方的に話しちゃうかもしれないけど <laughs> おーちゃんと仲良しそうおーちゃんともっと仲良くなりたくてそうこの前もね遊びにお出かけしようって誘ってくれたんですけどそうちょうど。 予定が合わなくてそうだからまた行こうねって言って話してるんですよそういつか行けたらいいなぁと思ってて SKE48 の可愛い,いですよねおんちゃんそうまたあの日にちとかあったらあったらあったら <laughs> あったら一緒にお出かけしたいなと思ってます そうそうそう。おしゃべり好きですか。うん。なんかね、そんなに語彙力ないけど、でも人と話したりとかするのは好きです。お、一昨日の握手会でお友達が行ったよ。ありがとうございます。嬉しい。 お神戸のありがとうございますそうねそう来れない方とかもねいたりするから久しぶりに会いに来てくださった方もいて神戸の善悪ではすごい嬉しかったです本当に手相に M がありましたって私ああ左手だけあるかも いや違うのかな「癒やしい」だって嬉しいこんな私が「癒やしい」と言ってくださるなんて「さやめぐ」動画見たよ嬉しいありがとうございますそうめぐと名古屋行った時にね撮ったんです 私記憶力良くないよどんどんね記憶力悪くなっていってるよね分かんないけどそういう気がしてる <laughs> 雰囲気が大人っぽくなった絵だってそうたまに言われる最近髪伸びたからかな もううすぐ二二十ん歳ねそうだよねだって二十歳って大人だよね結構ねあと678あと5か月ぐらいだ早いねーもう半年もないですびっくり半年あるかいやないわ そう成人式楽しみだけどなんか大人なんて言うんだろう二十歳ってさすごい区切りの年なんか一つの締めみたいな感じで成人式があったりするから成人式二十歳になれるっていうのはすごい嬉しいことだけど何だろう不安ともめっちゃあるし楽しみもあるし。 本当に半々って感じです50%ずつあるかなっていう感じねー早いよね本当にそうそうなんか学生の時は学生高校生 JK ブランドみたいな。 ののがなくなくるやだわーと思ってたけどまあ、まだ10代だからいっかーみたいな感じだったけど気持ち的にねだけど10代っていうのがなくなるからもう大人だみたいな楽しさ楽しみさもあるけどすっごいなんか大人になるんだなって感じするよねやっぱ二十歳っていうのって。 二十歳過ぎたら早いよってねみんな言うよね <laughs> そうねまだまだ若いから大丈夫優しいでもさやっぱり AKB48 とかだと若いメンバーも多いからその中だと二十歳って結構大人だから不安もね ありますよねドラフト校舎の時はね中3だったかなそう高校1年生ちょうど高校の時に東京に引っ越したんでそうですね中3で受験の時に ちょうどオーディションしてました。もうだって一二三一二三四五五年目ぐらいだから早いですね。 中3そうね中3でしたよ眠くないの眠くないですねいやわかんない眠くないかもあんまりそうあんまりなんだろう早く寝れない人なんですよねどちらかというと うん、高1でそうちょうど起こしたんです夜型うーんそうなのかなどうなんだろうでもなんかね夜も全然起きてられる方かもなんか夜寝れないこととかもあるんですよね最近はまあそんなことはないかなでどうだろうって感じです <laughs> でもなんか早く寝つきたい時は寝つきたいですけどなかなかねっていう時もありますよね寝つけないみたいなでもねオールとかはできない私絶対に 垂れ目だから眠そうに見える <laughs> 痛めないねそれは言われるなんか私会とかでも「もう今日眠い?」みたいな「眠そう?」みたいな「体調悪い?」みたいな <laughs> 全然元気なんですけど眠そうにね見える時とかあるっぽいです全然あるよねめっちゃ元気ですよ あ今11時50分あと4秒であと3秒2秒1秒 <laughs> 50分になりましたあと5分ぐらいにしようかなみんなが時間を教えてくれてるスクショスクショしようあそうねもうその話もしないと <laughs> さっきしようと思ってたんだけどじゃあスクショしましょう 忘れないようにやっとこうポーズここ来たらめっちゃ光るありがとうございますホケドポーズこんな感じです そう、ね『ネモンステレビの』の予告なんて言うんだろうが動画かなが公開されたんですけど公開されてでなんか見た方いますかまだ見てないかなあ見てくれた方いるそうラップ私と せいちゃんとメグとコミと4人でラップをしてきたんですよ <laughs>。そう、新たな、なんだろう、一面をね、4人の新たなラップという一面を見れるんじゃないかなと思うので、ぜひ見てほしいです。もう本格的に学んできましたので <laughs>、そう、ぜひ。 見て欲しいですねラップのイメージがゼロね私もイメージないけどそうちょっと見たらわかります多分顔面ラップじゃないよ <laughs> 顔面ラップじゃないヨうヨうのラップを学んできましたよぜひ皆さん 見てくださいでもねすごい難しかったよ結構でも勉強になった見てほしいですねぜひそうみんなで頑張ったのでショールームでいつかねでも上手になってからそう今ね全然ねもう上手じゃないからさあ タワーをくださった方はどんどんさんとエースのワンペアさんありがとうございますタワーありがとうございます スマホのトップ画面が私、えー嬉しい、ありがとうございます嬉しいですねまたバンジー、バンジーはねやってないです <laughs> バンジーしながらラップとかも難易度高すぎじゃない結構 高いよねぜ <laughs> ひ皆さん見てくださいじゃあもうそろそろ終わろうかなこのね今日は夜遅めでしたが皆さん見てくれてありがとうございます。 レモンスも見てください明日のキミダ見てねおやすみみーんありがとうございましたバイバイ